それでは時間になりましたので、本日の講演パネルディスカッションを開始させていただきたいと存じます。私は、KGRI 慶応グローバルリサーチインシュートスライドを出しておりますけれども、そこの所長を拝命いたしております医学部の安井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日のこの講演パネルディスカッションは、この慶応グローバルリサーチインシュートの、レクチャーシリーズの一環として、企画させていただきました。まだ慶応リサーチグローバルリサーチインシチュート KGRI、皆さんおなじみではないと思いますので、簡単にご説明させていただきますと、慶応大学2014年にですね、文科省のスーパーグローバル大学創生支援事業に、採択されまして、それを受けまして、福澤諭吉先生のですね、見学理念を生かした実学サイエンスによって、地球社会の持続可能性を高めることを目指し、人文社会科学から自然科学まで幅広い学問領域の研究者を擁する総合大学としての強みを生かし、以下3つのクラスター、長寿、安全、創造、これを設けまして、こういったテーマを中心に、分離融合研究を推進していこうと、そういうことを掲げました。KGRI はですね、その実現拠点として、学年に関連する教育研究分野と密接に連携しながら、長寿、安全、創造の3つのクラスターにおいてですね、この分離融合研究、インターディスプリナリーな研究を推進し、その成果をですね、国際的に発信していく、そういうことを目的といたしております。この本日のこのレクチャーはですね、タイトルとして22世紀のグランドデザインを見据えて現在の課題を深く洞察する教育プロジェクトスタートアップイベントという位置づけでございます。皆さん、慶応義塾の関係者あるいはそれ以外の方でも、福澤諭吉先生の独立自尊のお考えというのはお耳にしたことはあるかと存じます。私ども医学部の方ではですね、大先輩として武見太郎先生が生存科学というお考えを述べられました。これいわゆる生命科学とは違うんですね。生存の科学、こういったことがどういうことなのか、しっかりとですね、偉大な先人の先生方のですね、お考えを継承し、自分たちの問題として考え、そしてそれをこれから22世紀をデザインしていく若い皆様に、ですね、ぜひ、しっかりとですね、この場を利用して、お考えいただいて、将来の発展に生かしていただきたいというそういう思いでですね、の位置づけでこのプロジェクトを企画いたしました。将来的にはですね、慶応義塾大学の教養課程、日吉キャンパスで行われております教養課程で、選択科目としてですね、こういった問題を考える講義、レクチャーシリーズを、おそらく2020年、再来年の4月の段階でスタートしていきたいと、そのキックオフ的な意味合いで今日の、講演パネルディスカッションを企画させていただきました。早速ですが、最初基調講演をですね、武見太郎先生のご子息でもある、参議院議員、武見敬三先生に、お願いいたしました。武見先生は、国会議員として国の政策、特にですね、グローバルヘルスを中心に、さまざまな政策を、提案されてこられております。今日はですね、未来からの反射、超少子高齢化時代の社会の持続可能性と発展を考えるという演題でご講演いただきます。それでは武見先生、どうぞよろしくお願いいたします。本日はこの私の父親が日本医師会長をしながら考えておりました、非常に幅広い視点であります生存科学というものと福沢先生の思想というものを合わせて考え、かつそれを将来に向けて人類社会を考えるときにいかにそれを役立たせるかという大変遠大な目的を持ったこのレクチャーに
参加させていただけたことを極めて光栄に存じます。ただ自分の父親のことをしゃべるというのはちょっと気恥ずかしいところもたくさんございまして、なかなか難しいこともありましたが、ただ喧嘩太郎などと呼ばれて、そして日本医師会長という立場で、その一斉休診とか保健医総辞退とか、大変お医者さんがストライキをするというようなことを指導したこともあったもんで、世間では喧嘩太郎と呼ばれ、非常に荒々しいドスの効いた親父という印象を持たれていました。ただ自分の我が家における父親としての武見太郎というのは実は大変小煩悩で、実際にその酒も飲まなかったもんですから、仕事が終わると宴会もそこそこに帰ってきて、そしてすぐ書斎にこぼって勉強すると、そして勉強が一段落をすると食堂に出てきて、そして子供たちと一緒にさまざまな雑談をする、そして占領時に一体日本という国に何が起きたか、そして官僚が大嫌いだったもんですから、官僚のことを赤色官僚と呼んで、そういうその官僚組織がどのように問題があるかというようなことなど、散々聞かされました。しかしそれが実は私にとりましては非常に役に立つ耳学問になっておりまして、それを一つのきっかけにして、今日は若干文献も改めて読み直した上でご報告をさせていただきたいと思います。はじめに、この民主主義下における天皇の在り方、慶応義塾の歴史的役割という観点でそのお話をさせていただきたいと思います。実は吉田茂というのは私の父親にとりましては実は義理の叔父にあたります。私の母の母親、祖母というのが牧野信玄の次女でございまして、その長女の姉が吉田茂に嫁いでおりました。でしたがって義理の叔父、おいという関係であったものですから、同時に主治医として常に身辺にいたわけであります。で第一次吉田内閣を昭和22年組閣をするに際しましても、当時白金台にございました浅香の宮邸を外相官邸としておりましたが、引き続き総理大臣になっても首相公邸としてそこを活用をしておりました。で私の父親もそこに寝泊まりをして、その吉田茂の健康管理をしておったわけであります。である日吉田茂が宮中から戻った時に極めて深刻な様子で、そして、体調がまた極めて悪い様子であった。でそこで一体何が起きたのかということを主治医の立場から吉田茂に聞いたそうであります。でその時の吉田茂の答えが、ちょうどこの昭和22年第一次吉田内閣というのはまさに我が国の新たな憲法草案を作って、その年の4月28日には新憲法が公布されております。でしたがってその新たな憲法というものの中で主権在民、そして民主主義というものがその中に組み込まれるに至るわけでありますが、天皇陛下、昭和天皇の方から新たな憲法の下で民主主義のもとにおける天皇の在り方やいかにというご下問を受けたんだそうであります。しかし吉田茂はその時に昭和天皇が納得できるような答えをすぐに出すことができませんでした。でそこで本来ならば私はここで腹を切らなければいけないと、しかしアメリカの占領下にあって、しかも新たな憲法を公布する状況下にあって腹を切るわけにはいかないと、そこで今非常に困難な思いをしているんだという話をしたんだそうであります。そこで私の父親が、いや実は帝国憲法のもとにおいても民主主義と天皇の在り方について論じた人物がおりますと、それは福沢諭吉ですと。そして福沢諭吉は帝室論という
その書物の中でこのことについて言及をしておりますという説明をしたんだそうです。そしたら吉田茂がすぐにその持ってこいというふうに指示を出して、ただその時我が家はですね、その千葉県柏市に疎開しておりまして、その柏市の疎開した先にその福沢全集などもあったもんでありますから、ちょっと遠いところに置いてありますという話をしたら、俺の車に乗ってすぐに取ってこいとこう言われて、その総理のその公車に乗ってですね、柏までその福王寺店取りに行って、福沢全集取りに行って、そしてこの提出論を吉田に渡した。で吉田はそれを一晩ずっと読んでいたようです。で翌朝すぐに呼ばれて言われたことは、この組閣にあたっては文部大臣には慶応義塾出身者の小泉進三をお願いしたいと、君は慶応義塾出身だから直ちに小泉さんのところに行って文部大臣に就任することを依頼してほしいと。でこれを命を受けて直ちにその広尾のちょうど有栖川公園の前のところにあったということでありますが、小泉進三先生のところに行って、そしたら先生は繊細に現れてですね、顔も大変やけどもされて、そしてドテラ姿で玄関に出てこられたそうです。そして自分は今このような状態にあるので、せっかくの総理から その申し出であるが文部大臣は受けることができないと、したがって、そのことを総理によろしく伝えてもらいたいと言って伝えに帰ります。で吉田はなおも諦めません。引き続きやはり福沢諭吉の薫陶を受けた慶応義塾の出身者から文部大臣を選びたい。でそれで次の白羽の矢の立ったのが高橋誠一郎経済史の教授であります。そして高橋誠一郎教授が文部大臣に就任をし、そこでこのやった最も大事な仕事は、昭和22年最後の帝国議会が開かれた時の教育直後の廃止と教育基本法の採択であります。でこれによって何を吉田にはその高橋誠一郎に求めたかというと、それはまさにこうした新たな憲法のもとにおける民主主義のあり方をしっかりと理解した者が文部大臣としてその役割を担い、その中で民主主義と天皇のあり方についても国民が深く理解することを期待をし、そして文部大臣として慶応義塾出身者を任命したわけであります。でご存知のようにこの提出論の中では、この当時昭和明治15年改めて帝国議会を新たに創設をし憲法を発布する準備をする時期でございました。さまざまな政党が名乗りを上げ、中には勤王党のような天皇の権威を借りた政党までもが出現をし始めた。でこれを福沢先生は非常に憂いて、そして政党政治と天皇というものはあくまでもしっかりと分離されたものでなければならない、天皇の存在というのはそれを超越をし国民が統合するその最も高次の役割を担う存在として、その役割を確保できるようにしなければならない。したがって政党というもの、あるいは政党政治というものとは一線を画すということが極めて重要であることをこの提出論の中で述べています。で加えて文明論の概略の中にありますように、その国の在り方についても一個の独立なくして国の独立なしと活発され、そしてその個人というものの独立を極めて重視をする、まあ、言うなれば個人主義というものをその中で明確に打ち出されていた。そして天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずという、まさに学問の進めの中にある平等観と
というものを持ってこうした提出論を書いていた。吉田はそれをしっかりと理解をし、戦後の日本の在り方を考えたときに、その文部大臣の職として国民にそれを理解させるために慶応義塾出身者を当てたわけであります。その上でさらに今度は天皇を中心として皇室の側においても、こうした民主主義と天皇の在り方についての理解を求めることが必要ということになって、そして小泉進三前塾長がこの皇太子殿下の御養育係に就任をいたします。で、こうしたことを通じて新たな憲法のもとにおける民主主義と天皇の在り方についての一つの考え方が確立をし、それに基づいてこの新憲法の下で平成天皇は天皇としての役割を担い、そして見事に象徴天皇制を我が国に定着をさせる大変大きな役割を担われたということになります。そしてその中で実際にその国民統合の象徴としての役割を果たすにあたって、実際に例えば終戦記念日などにおいては、その慰霊祭で常にこの戦争に対する深い反省という言葉を極めて強い口調で述べられます。私も毎年これに参加をして伺っておりますが、その極めて強い口調が極めて印象的であります。そしてその上で実際に戦火に倒れた方々をそれぞれその現地にまで赴き、そして慰霊をするということをされ、そしてさらに我が国で自然災害などがあればその被災者のもとに寄り添い、そして励ますということを通じて、その社会における安寧と統合に向けての役割を担ってこられました。で、こういった姿を示すことによって我が国の象徴天皇制というものが確実に定着をして今日にまで至ったわけであります。しかしその根底にある考え方というものの中に、実は慶応義塾のこの福沢先生の思想というものが、着実にこの当時反映してきていたということを私は父親から聞かされておりました。で、そこで改めてその武見太郎というのがどんな思想であったのかということをお話し申し上げますと、まずその家族観というようなところで極めて面白いのは、通常医師であると大体自分の後継者に息子や娘を当てて、お前も医師になれという雰囲気を作り出すことがおおよそ医師の家庭には多いわけでありますけれども、我が家ではそういうことは全くありませんでした。子供の頃から父親に言われていたことは、父親の人生っていうか親の人生と子供の人生は別物であると。したがって君は自分の人生を自分で選びなさいと。しかし学問というのはどのような人生を歩むときにもその最も基盤になるものであると。したがってその学問を収めたいという点については援助をしてやると、これだけであります。そして、極めてこれを実際に実践してくれたものでありますから、私は法学部政治学科であまり勉強もせず、体育会蹴球部で私は3年4年レギュラー選手として早慶戦にも慶明戦にも出場をし、華やかな学生生活を送ることができました。そして卒業するときに改めて勉強していなかったことを思い出して、で大学院の試験を受けたら幸いにして受かって、そして、修士課程博士課程を実際に収めることができて、今日の学者の半分ぐらいの力がそこで培われました。しかし二つ目、さらにそこで、ご指摘したいことは、この自由と学問の尊重という中で、特に自由というものに対する徹底した価値観というのがありました。で、プロフェッショナルフリーダムということを
日本医師会長の時にも強く言っておったわけでありますけれども、これは専門家としてその最も適切にその患者に対するその、医療を提供するためには最も自由な選択肢が求められなければならないという信念であります。で、その信念に基づいて、この医療保険制度ができて、保険医という仕組みができて、そして療養担当規則を通じてその医療行為が厳しく制限されるようになりますと猛反発をいたします。そして自らは保険医とならず自由診療だけを行い、そして常に自分は自分が最も適切と考える医療を患者に提供することをもってしてプロフェッショナルフリーダムの基本としておりました。そしてこういった考え方というものがさまざまなところに出てきます。で、3つ目は徹底した未来志向と生物学の尊重であります。で、将来未来を見るときに3つの視点を常に述べておりました。一つは自然的未来、これは現状の段階という状況というものを何ら手を加えることなく放置すればどのような将来が待ち受けているかという、そういう観点が自然的未来で、二つ目が社会生物学的未来、この人間というのは常にその生物学的な特性を持っていて、環境が変わればまた変わる、その生物学的な要素をきちんと加味して社会の変化というものを見ていかなければ将来の人間社会というものが科学技術の進歩その他によって大きく変わっていく流れを見ることはできない。で、したがってこの社会生物学的に未来を見ることが大事だということを盛んに言っておりました。例えば当時から高齢者の人口の増加というものに着目をして、そして特にその高齢者というものが増えるその前段階で我が国が乳幼児死亡率、妊産婦死亡率を大幅に抑制をし、そして結核といった感染症の死亡者を急激に抑え込むことに成功した後、慢性疾患の患者が増え、そして高齢者人口が増えることを予測をし、それによって実際に国民健康保険が財政的に破綻していくことを分析をし、それを事前に防ぐためにこうした保険者の機能というものを統合一本化し、より持続可能性の高い財政基盤を確立することが必要だと。で、これはこうした医療医学の進歩というものを通じて、それが人間の体にどのような変化を及ぼし、そしてその人生というもののまさに長さ、平均寿命をそれが伸ばし、その平均寿命を伸ばすことが実際にまた疾病構造の変化というものを伴いながら平均寿命が伸びることによって、こうした医療保険そのものが制度として破綻していく将来を見通していく。で、これがまさに父の言っていた社会生物学的な見方であります。で、これらをじゃあどのようにしてその考えながら解決をしていくのかというのが3番目の計画的な未来というやつでありまして、で、そこには新たな価値を創造しながら、そうした未来というものを創造して設計をしていく。そしてこうした新たな価値と、そして未来に対するその計画というものを通じて、想定される未来から現在というものを反射して見直すことによって、あるべき未来の姿と現在というものの違いを明確にし、そしてその違いを明確にした上でそれを解決していく方と計画的に組み立てていくことによって、この人間の社会というものをより好ましい形で発展させるという考え方が、この未来からの反射ということになったわけであります。で、この考え方は実はこの昭和30年に中央公論に、高齢社会への警笛、老人の増加にどう対処するか、老人学と社会保障って今でもそのテーマにできるようなそのテーマで実はもう論文書いてました。で、これを
今回久しぶりに読んでみたんですけどね、嫌になっちゃうぐらい今もなおその使える内容のものが山ほどありましてね、時間がないんであんまり解説できませんけれども、この老人医学というのと老人学を分けて考える。で、老人学というものの中では非常に社会科学も含めた学際的なアプローチを求める。そして老齢人口の経済社会学的問題についての着目をし、そしてそこでは雇用労働能力退職社会保険および高齢者に多い慢性病に対する処置および方法、住宅レクリエーション再訓練に関する問題を包含する。そして以上の諸問題の解決には各方面の知識の総合関連と同時に特別に訓練されたケースワーカーなどの組織を必要とし、しかもその努力が集中的に本問題に投じるものでなければならないって書いたんですけれども、いや、そこまでよく将来を見通したなというふうに思いました。で、これに加えてですね、先ほどのその国民健康保険の破綻が社会生物学的なその未来の中に必ず起きることを書いていてですね、その上でこういうことも書いています。老人は自ら働き自らの生活維持に当たるべき機会を社会に与えられるか、あるいはまた比較的に縮小していくより若い社会繊維によって絶えず増加していく老人層の生活が維持されるか、このような有史以来の事態にこれから突入することになると、こういうことも言ってるんですね。で、まさにこれどうやって解決しようか今我々考えてるところなんですよ。で、この上にですね、その高齢者の能力を維持し社会生産に利用する長期実施計画の確立が老齢人口問題のキーポイントであるが、実際問題として老人層の持つ潜在力について十分な研究が社会的になされていない。老人は何を成し得るか何を成し得ないか、老人の能力を維持する諸技術の基本的な研究が未だなされていないのであると、昭和30年に言ってるんですよ。この状況がまだ今日まで正直言って続いているのが現実でありまして、なかなかその世の中というのはうまい具合に進歩しないなということを息子の私は今になってもまだ過去を見ているわけであります。で、そこでその簡単にその奇跡を父親の奇跡を見てみますと、まず理化学研究慶応義塾の医学部を退職して理化学研究所の西名研究室に入ります。ただ慶応義塾の医学についてですね、実に生意気な学生でありまして、実は医学部の学生だった時から物理学の野学に通っていました。そしてただただ経験だけを重要視する臨床医学というものに対して飽き足らず、これらの経験的な立場からの医学の内容について、自分自身不満を持ち、したがって辞表を書いた時ですね、指導教授に対してですよ、医学について根本的に認識を異にするから辞表するって出したんですよ。で、これで大騒動になったらしいけれども、結局それで通して辞めちゃった。そこでこの理化学研究所に行って、そこで循環器の内科の医師であったものでありますから、それを基本にその物理学、さらには工学といったものを合わせて研究をする自然科学の中で医学を中心とした学際的な研究を始めます。で、その結果として自分で開発したのがこの血圧を動態的に把握するための心電計の開発でした。で、これは常に私の父親というのは生態的にものを捉えるよりも動態的にものを捉えることの重要性をしてきた人でございまして、血圧についてもその一時の血圧だけを測るのでは意味がない。で、常にその動態的にその血圧の動向を測ることが必要だと。で、したがってそれを自分で開発して特許を取って、そしてドイツの会社にそれを売って、そして相当な資金を入手をして、そしてその
いずれアメリカと戦争になった時には東京に原爆が落ちると、でその時には家族を疎開させておかなきゃならないと。したがって東京から50キロ離れた千葉県柏にその疎開としての別荘を建てておいて、そして戦争が追っ始まると我ら家族はみんなこの柏に住むということになったわけであります。でその時の一つのアドバイスをくださったのが父親の患者であった高田露伴という人 でこの高田露伴がこの利根川水系の水のいいところはここだからちょうどいいぞと言って教えてくれたと言っていました。そしてこの高田露伴から後ほどご説明申し上げるような感覚の素養を多少教えられ、でその中でやはり漢方医学東洋医学というものに関わる知識とまた認識を持つということになります。でそこで改めて、こうした父親が日本医師会会長になってどうなったかといいますと、そこで言ったのは医療は医学の社会的適用であるというふうに認識をして、医学医療と社会科学を結合した政策学に関心を持つようになります。でそこで、作り上げた概念が今日では一般的に使われている地域医療という考え方です。で今では誰もが地域医療地域医療と言いますけれども、当時は地域医療っていう人は一人もいませんでした。で父親の実は書斎にはこの多くの社会学の書籍があって、その中でも特にロバート・マッキーバーの社会学の著作がたくさんありました。でその中の最も著名なやつがコミュニティ論でありますけれども、そのコミュニティ論の中から改めてそれを医療に適用をし、そして融合させることによってコミュニティヘルスという概念を作り上げ、それを日本語で地域医療というふうに呼び始めたのであります。そして次には医療政策と経済政策の融合を考えました。その大きな事例が世界医師会長に就任をしたときに、実際にその大きなテーマとした医療資源の開発と配分という考え方であります。でこの考え方を実際に世界医師会での中心テーマとして東京でその総会が開かれます。そしてそこでの考え方というものが広くそこに出席をしていた多くの外国の識者にも共有をされ、特にハーバード大学の公衆衛生大学院の学部長であったハワード・ハイアット博士ともそれを共鳴することによってですね、ハーバード大学にの公衆衛生大学院にこの竹見プログラム・インターナショナル・ヘルスというそうした講座を設立することになるわけであります。でその次の融合の考え方というものが健康投資ということでありました。でこれは医療に関わる支出というものがただ単なる消費として経済的に見られることに対する批判であります。でこの健康保持というものが、経済成長に及ぼす影響を高く評価をしてこの健康投資という考え方を作り出したわけであります。これはもう今今日においてちょうど今から3週間ほど前、世界銀行の秋の大会で実はヒューマン、インベストメント・イン・ヒューマン・キャピタルズという考え方が公開されるようになりました。でこのヒューマン・キャピタルズ、プロジェクトというものがそこで出来上がりまして、でそこで人材育成と健康に関わるその支出というものが結果としてどれだけ長期的にその国の経済の成長に貢献したかというものをちゃんと多分野横断型でインデックスを使ってそして測定するということを世界銀行が初めてやりました。でこの内容は概念的にまだ十分整理されたものとは思いませんが、現状で少なくともこの多分野横断型の考え方でインデックスを作って測定してみると1位がシンガポール、2位が韓国、3位が日本でありました。でこうした考え方が今今日こういろいろ新たに出てくるのを見ますとね、なんか昔親父から聞いた健康投資に似てるなというふうに思えてくるわけであります。そしてさらにもう一つ申し上げておかなければならないのはこの東洋医学の尊重と生存の理法。
で、この世界史会の総会をやった時の基調報告にですね、当時京都大学の教授であった吉川浩二郎先生に東洋におけるヒューマニズムというテーマで講演をしてほしいと依頼をします。で、これはヒューマニズムというのは何も欧米の文明の中でのみ育まれたものではない、東洋の中にもこうしたヒューマニズムの考え方は形成されているわけであって、そのことをやはりより広い視点から世界の人たちに知ってもらいたい。で、そのことを実践するためにこれを講演をしていただいて、それは講談社文庫から東洋におけるヒューマニズムというテーマで出てきております。またこの考え方に加えて、やはり科学という観点だけで物事を全部処理しない、改めてその東洋医学的な発想というものも組み入れた、そうした実践的なものの考え方を持っておりまして、特に漢方の処方などについてですね、保険収載されていなかったものを、漢方の保険138処方でしたかね、それを保険収載する仕事をしたりもしておりました。そして、最後にこのライフサイエンスから生存科学へでありますけれども、もともと医学と物理学というものの組み合わせから自分の学際的な研究が始まった人でありましたから、分子生物学に対する関心がものすごい高かった。だから RNA、DNA、らせんというこの遺伝子が解析をされ、ワトソン・クリックによってそれが発表された時にはえらい興奮しておりました。そしてこの分子生物学的な考え方というようなものが単なる分子生物学にとどまらず、人間の在り方、社会の在り方をも大きく変えていくことになることを考えて、当時ライフサイエンスっていうのはライフサイエンスという複数で議論されていたんだそうであります。しかしライフサイエンスというのは、そして多くの諸分野のディシプリンというものを統合した一つの科学として存在しているものだろうと、したがって自分はライフサイエンスという単数形でこうした考え方を整理していくことが必要と考えると。で、そうしたことの議論をするために1971年スイスバーゼルで初めてこのライフサイエンスのシンポジウムが開催された時にもそこに参加をし、こうした議論を述べていたようであります。で、この考え方が発展をして、その生存科学という考え方を自分で自ら作り出すわけであって、で、それは人間のより良い生存条件を実現するための科学として位置づけられておりました。そして、その考え方というものをさらに、それらを受けてですね、私が実際に社会で仕事をするようになって、思いましたのは、やっぱり非常に似た考え方がどん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 世の中に出てきたなということでありました。冷戦が終わった後に実際に1994年国連で人間開発報告書が出されましたけれども、そこでヒューマンセキュリティという考え方が打ち出されましたけれども、これを作り上げた知的な貢献をしたのは実はアマティア・センであります。これアジアで初めてノーベル経済学賞をもらった方でありますが、このアマティア・センというのがこの人間開発報告書でその概念整理をしておりましたけれども、改めてそれをシェイプアップするために私は当時参議院議員になって外務政務次官というのをやっていたものですから、小渕総理にこの考え方をさらにシェイプアップするために、この人間の安全保障委員会というのを国連に創設をして、そこでアマティア・センと緒方貞子さんを共同議長としてこうした委員会を作って考え方を取りまとめたらどうかという提案をしたんであります。で、この時にそのアマティア・センの方からですね、この人間の安全保障って一体何のために概念として整理するのかという、そういう説明を受けました。で、彼の考え方というのは、これは人間にとっての自由の拡大でなければいけないと。で、それは人間というのはできる限りより多く有意義な人生を歩むための選択肢というものを持つことによって、その個人の自由の拡大が図られる。で、その自由の拡大を考えたときに、健康というのはあらゆる他の選択肢に影響を及ぼす、
例えば教育にしろ、あるいはボケーショナルトレーニングにしろ、あるいはビジネスにおけるさまざまな行為にしろ、本人が健康を損ねてしまえばそれらの選択肢を生かすことはできなくなる。したがって人間の安全保障という観点でものを考えるときに、健康というのはその中核的役割を担う、そうした選択肢の一つとして認識すべきだと言っておりました。で、これはその生存科学というより良き生存条件を実現するための科学という父親の考え方を聞いてたもんですから、私はすってその考え方に入っていくことができました。そしてこの考え方は我が国の今日においても、その ODA チャーターの基本概念として我が国の新たな政策の基本になっているわけであります。そしてこれらの考え方でやはり、さらに発展があったのは21世紀に入って、MDGs というその国連における人類社会共通の目標が設定されました。そしてさらに2015年には2030年を目標にした SDGs という持続可能な開発目標が設定されました。で、これらはいずれもある意味で未来からの反射の発想と似ています。未来の人類社会の在り方を考え、具体的目標を設定をし、そしてそれを現在の段階と比較をして、そのギャップを埋めて、そして未来の人類社会をよりも良いものにしていこうとする考え方です。で、この考え方というものがやっぱり確実に現実のものとして今日に至ってきたときに、やはり昔どっかで聞いたことあるなという、そういう認識を私はこの持つような感じにいつもなるわけであります。しかし改めてこの SDGs などは17の目標と169のターゲットを持っている非常にその大きな目標設定のものとなってしまいました。そこで改めてこうした多くの目標を同時に達成しようとすると、多分野横断型の政策概念を作って、それぞれの目標が同時に達成されるような、それぞれ異なる分野における政策が共通の概念によって修練していくような政策概念が必要になってくることが認識されるようになりました。で、そういう時にこの生存科学であるとか、あるいはこの保健医療分野であるとユニバーサルヘルスカバレージであるとか、さらにはインベストメントインヒューマンキャピタルズであるとか、こういった考え方がおそらく確実に人類社会の中で求められてきている。で、生存科学にしろ、今日のこのレクチャーの基本目標にしろ、そうしたやはり多分野横断型の政策概念をより多くの人たちが理解をし、そしてまたそれを実践することができるようになることによって、間違いなく人類社会はより良い方向に向かっていくだろう。で、こうしたことを実際に私自身も政治家として仕事をするようになったときに、最後に思い出すのがですね、この常に将来を見据えるのがうまかった私の父親が亡くなる前にどういうことを言っていたかというと、お前が世の中で仕事をする頃になると、おそらく日本の社会というのは真綿で首を絞められるように衰亡していくだろうなって言ってたんですよ。嫌なことを言う親父だなと思ってましたけれども、まさにそういう状況に今日本が入り込もうとしていて、それとまさにその政治の場でその戦っている自分がいると、まあ、これに何とか勝利しないと日本の未来はねえなと思ってるわけでありますが、まあ、そういう時にこうした極めて大きな大局観を持ったレクチャーを通じて、多くの皆様方とこうした新しい概念を多分野横断型でこう創造していくことができれば、おそらくは日本のためだけでなく世界のためにも大きく役立つことになるだろうと思います。ちょっと時間が超過して大変申し訳ありませんでしたが、私の報告とさせていただきます。ありがとうございました。富先生ありがとうございました。戦後の教育塾の歴史的役割からお話しいただいて、福田先生との関係、そして、武見先生が、歩んできた、道のり、その生存科学がどうやって生まれてきたのか、それがどういう、こう意味があるのか、今後の社会につながるような提言をいただきました。今改めてお話を伺っていて、本当に今教育塾が取り組んでいるロンジェビティ長寿ですね、セキュリティ安全、そして、クリエイティビティ創造、こういったことがですね、もう武見先生お一人で
60年も前からきちんとしたお考えを持ってたなっていうのが改めてそのスケールの大きさ、時間的にも空間的にもスケールの大きさに圧倒された次第でございます。質問 たくさんあると存じますけれども、先にですね、パネルディスカッションに、進んでいきたいと思いますが、まずはパネラーの先生方から、お話を一人ずついただいて、その後質疑の時間へと移っていきたいと考えております。4人のパネラーの先生に、本日はお越しいただきました。最初の2人の先生方は、武見先生のとの関連でお話しいただき、後半2人の先生方は福澤先生との関連で特にお話しいただくことになっております。最初のパネリストの先生は、小泉秀明先生でいらっしゃいます。小泉先生は、元日立基礎研究所の所長でございまして、日立製作所の名誉フェローを務めていらっしゃいます。ですね、人間のための科学技術ということでお話しいただきます。それでは小泉先生、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました小泉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私は本日司会なさっていらっしゃる安井先生と、もう海外からお戻りになってなった時からずっとお世話になってまして、とても近い関係でございますけれども、こういうことをお始めになって本当に先生ならではのプログラムだというふうにすごくですね期待をさせていただいております。私今日申し付かりました演題でございますけれども、今日安井先生の方からやはり若い方たちにですね、どうやってこういうその考え方をですね興味を持っていただくかと、そこが一つの一番重要な点だというふうに伺っておりますので、それでちょっと講演のやり方を変えまして、全部インターネットの方からですね、今の新しいものをさっとご紹介して、そしてそちらの方のインターネットのですね、どうしたらそちらの方へ見ていただけるかというのは、もう皆さん若い方たちも得意中の得意でいらっしゃいますから、事務局に行っていただければですね、どんどんそこから掘り下げて、そしてご自身でいろいろと興味を深めていただけたらと思います。そういうことで最初の URL でございますけれども、これは武見先生の製造科学のお考えですけれども、これは一番最初に今武見敬三先生がですね、その全体のお考えをまさにご子息の立場からいろいろとご紹介くださいましたので、私が繰り返すようなことは何もございません。この武見太郎先生、これはご子息の敬三先生の方からですね、大変貴重な機会を賜りまして、武見太郎先生ご自身からいろいろとご教授をいただきました。それをすべてノートに書き留めてたんですが、その書き留めたものと先生が公表されたものですね、このページを笠貫先生が昨日上げてくださいましてですね、そのおかげさまでこれを皆様に若い方たち含めてご紹介ができることになりました。この中に PDF という形で入っておりまして、それはできるだけ武見太郎先生のお考えになったことをですね、先ほど申しましたように客観的に記録として留めたいということで、直接ご教授をいただいた第一情報と、それから講演録としていろんなところに少しずつこう出てくるいるもの、残っているもの、それを全部照合いたしまして、安堵が取れたものだけを全体を表の形で、まとめてみました。これは若い方々がご興味がおありでしたら、この URL から簡単に入れますので、ぜひご利用をいただけたらというふうに考えております。それからその次でございますけれども、この武見先生のお考えというのは、先ほどお話ありましたように今世界の深刻なお話ですね、たくさんありますけれども、それをまさに根元になるようなものもうその当時からお考えになってたと、大変先を読んでおられたということでございます。これは少し前にバチカンで行いましたこのワークショップでございますけれども、この時に最終的にですね、ステートメントを出しました。
このワークショップの題目がですね、Bread and Brain というふうになってまして、Education and Poverty ですね。で、これは、Bread っていうのは、食ですね。それから、Brain っていうのは、脳でありますけれども。つまり、貧困によって、幼い脳がですね、十分に成長を遂げられない。これがずっと一生残るという、大変深刻な話です。で、その話について、缶詰の議論をずっと行ったわけでございます。で、この内容というのは、この今見てますようにですね、バチカンのホームページにそのまま入っておりますので、そのステートメントというのをぜひ若い方々もご一緒にですね、読んでいただけるとありがたいと思います。で、これもこの一番下の左側の下にありますように、私も直接この議論にはずっと加わっておりまして、最終的にこの内容には責任を持たせていただいております。で、これは開かれたのが2013年でございまして、このあたりから SDGs への影響もですね、バチカンの方からも大変強い影響が国連の方に入っております。それから時間がないので、本当に触りだけでございますけれども、これは先月でございます。イタリアにですね、エトレマイナー研究所というところがありまして、そこにやはり今のフランシス教皇の方からですね、今非常に深刻な地球上の問題というのは、まさにマイグランツの問題だとですね、つまりそのレフジーズと、それからマイグランツ、テロでそれぞれ難民の問題、大変な数で極めて深刻であります。それからさらに環境問題でですね、これから 1.5 度温度が上がったと仮定した場合ですね、それこそ10億人近いマイグランツというものがですね、生ずる可能性というのが今大変に懸念されております。そういう話になってきておりまして、その議論というのがここの中のステートメントで出させていただいておりますけれども、これは Mass Migrations A Planetary Emergency ですね。まさにこの惑星の緊急事態だと。で、これは今月の初めにすでにフランシスコ教皇の方にこれは渡っておりまして、これからだんだんとフランシスコ教皇の方からも発信がこれから行われる予定であります。で、こういうような形のものですね、これがもう武見太郎先生が読んでおられたということがすごいことだと思います。で、現在これはカイツという組織がございまして、ここにございますようにインターナショナルカウンセルオブアカデミーズですね、オブエンジニアリングアンドテクノロジカルサイエンスという27カ国がの代表工学アカデミーが加盟しておりまして、これからこのアカデミーの重要性というのが非常に重要になりつつあります。これ皆さんもご存知のようにですね、今の情報がどんどん発信されるような世の中になりますと、個人でも発信できる、それから政府が意図的な意図を持って発信する、そうするとどれが本当の情報かわからない。ですからよく聞かれるようにフェイクニュース、それからあるいはですねフェイス・トゥースというのがブレグジットで出てきましたけど、あとはフェイス・ファクトというのが最近言われています。本当は何なのかと。そうするとその中立性というのが極めて重要になってきまして、その中立性を保障しない限りはですね、これは本当まで分からなくなってしまう。そういうことでアカデミーの活動というのがこれから極めて重要だ。先ほどのバチカンも宗教のアカデミーですけれども、実は宗教と完全に独立して発信しています。この辺も若い方たちにぜひ考えていただきたいと思います。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。小泉先生、どうもありがとうございました。今日はたくさんの高校生も含めてですね、学生さん、参加してもらってますけれども、こういったアプローチもすでに皆さんよくノウハウはご存知だと思いますので、ぜひ、アプローチしてみてください。引き続きまして、中谷博樹先生にお願いいたします。中谷先生は、KGRI 特任教授、そして WHO の執行理事として、ご活躍中でございます。
はい、それでは中谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました中谷博樹でございます。武見先生は素晴らしい講演されまして、もう私このまま帰ってしまうかと思ったんですが、そうしますとちょっと進行上困ると思いますので、ちょっとだけお話をさせていただきたいと思います。武見太郎先生、1904年に生まれられまして、昭和32年1957年から13期25年、1982年、花岡健二先生に譲られるまで日本医師会長をされてたわけです。その時の事情、状況をちょっとお話しいたしますと、武見先生、太郎先生が医師会長になられた昭和32年、日本人の平均寿命というのは65歳です。それで国民の平均の年齢というのは28歳です。今は84歳、47歳。まあ、こういう時代、そしてその時の時代背景というのは、前の年にもはや戦後じゃないという経済白書が出まして、そして3年後には池田内閣ができて所得倍増があり、そして1961年、昭和36年に国民皆保険ができる。まあ、こういう社会保障が確立するような時期、この時期に、日本医師会をベースに大きな影響を医療界に与えたのが武見先生でありました。そしてこう人口、日本の人口を見てみますと、左側の、皆様から見て左側のこう図ですけれども、21世紀になった時は4700万人、それが21世紀の初頭に1億2800万人になって、また100年で4500万人ぐらい、まあ、こう 2.5 倍になって 2.5 分の1になる。まあ、こういうようなこうアップダウンのある時期の構図、ちょうど上り坂のところで医師会長をされておりまして、右の方は医療費の伸びです。医師会長をされた時代の国民医療費、それほど多くありませんけれども、年率 10% の増と、こういうような今では考えられないような時代でありまして、国民の医療アクセスが飛躍的に高まった、こういう時代に医師会長として采配を振るわれたわけでございます。それで武見敬三先生ご自身おっしゃった喧嘩太郎とこういうことをおっしゃいましたけれども、私が役所に入った時本当に恐れられていまして、本当に怖かったらしいです。私自身は武見太郎先生は大学の講義で来られまして、とっても難しかったです。とっても難しかったです。それから役人に私もなったわけですけれども、そういう時には何か海外の文献を調べようと思って国会図書館に行って、ない本は大抵武見太郎先生持っておられまして、当時ちょうど生命科学が爆発をしておったので、例えば脳死ですとか、あるいは体外受精とか、こういう倫理問題をちょっと研究することになりまして、エンサイクロペディア・オブ・バイオセクス、もう20枚ぐらいその本です。とっても高かった、国会図書館にもなかったんです。それを武見先生の宅に行ったらお貸しいただきまして、もっと驚いたのは読んだ形跡あるって本当にびっくりと言ったんですね。まあ、そういう先生でありましたけれども、私非常に印象に残っているのは、これも敬三先生がおっしゃった保健医総辞退の話です。これ1971年、昋和46年、これは私医学部に入学した年のものですから、とっても印象に残っているわけですよ。それはどういうきっかけかというと、中医区協、医療費を論議する場で公益がある委員の方が、今後は自己負担をもっと取るんだ、それからお医者さんは今まで必要と思って検査については検査をして、そして保険で払っていただけたのを、今後も丸めといいますか、いくつ検査しても同じ値段だというので、これは科学的じゃないって言って、武見太郎先生が非常に怒って、そして右の上の写真ですけれども、東京都医師会長さんはこう束になった、私たちは保険を辞退しますという紙を持って東京都の副知事に会いに行き、そして結局は1ヶ月程度こう保険総辞退に続いた後、やっぱりこれは武見先生と、これ佐藤栄作首相ですね、佐藤栄作首相、それから当時の厚生大臣の斉藤大臣、それから奥の方に竹下先生がおられますけれども、こういうところで政治決着をするわけです。そしてどんな政治決着したかというと、左の方ですけれども、厚生労働大臣との合意というのは厚生省の医療行政に関する姿勢を正す、こんなことをおっしゃってて、それから首相が加わった8項目の合意ってあるんですが、ここでは国民の連帯意識を高揚する、
それから国民の医療は生存期間を通して一貫して保障する、まあ、こういうことをおっしゃっていて至極も真っ当なんです。今から見るとちょっと拍子抜けをするぐらい真っ当なんですけれども、しかしこれは右に書きましたけれども武見太郎先生の思想をよく私表していると思うんですね。これは武見敬三先生がおっしゃったやはり官僚が嫌いっていうかね、官僚統制を排除したい、それから専門職としての医師の自由裁量を確保したい、それからまた非常にこうトップダウンで政治決着をしていくと、それから科学学問に裏付けられた政策をする、医療は医学の社会的実践である、医師患者の信頼関係を重視すると、まあ、こういうようなことを強くおっしゃったわけです。そしてただしちょっと誤解を受けたところっていうのはやっぱりこういう高マイナスはあるわけですけれども、実際診療の報酬、これは例えばこの保険医療総自体の 13.2% 増えてるものですから、結局この高マイナス層とこの現実との間、ここはちょっとなかなかいろんな評価があるところです。ただし一般的に医師会、我々ドクターのコミュニティではやっぱり花も実もある大医師会長であったというように我々は思っているわけです。で、今これから日本大変な超少子化を迎えるんですけれども、こういう時に福沢先生の思想、あるいは武見太郎先生の思想を改めて勉強する、どういう意味があるのかというと、私なりに考えてみると、もう近頃のベストセラーでホモサピエンス全史、これ読まれた方あると思いますけど、こう言ってるのはね、やっぱりこう近世ヨーロッパが非常に世界を制覇したのは一番大きな発見というのは答えを知らないということが分かったことだと。だからイノベーションが起こって、それが帝国主義と結びついて、そしてアジアを植民地化していったと、まあ、これに対して危機感を持って勉強しよう、そしてそれ強い個人が独立を守るんだということを言ったのはやっぱり福沢諭吉先生だったわけですね。で、これ武見敬三先生おっしゃったSDG のもとみたいな考え方はもう先ほどお見せしました武見太郎先生の思想の中よくよく表れているんです。その未来からの反射ということが使われましたけれども、 SDG の思想っていうのはこういう理想的な社会を作りたい、だから今をこう変えたい、そしてその変えるためには勉強が必要だ、イノベーションが必要だ、イノベーションというのはインベーションじゃなくて社会的に応用されて初めてイノベーションになるんだ、まあ、こんなことを武見先生おっしゃったというふうに私は理解をしています。そしてそれをもう実践したのがいるんです。これは笠井健君、10月9日にこの WHO 西太陽地域事務局の選挙がありまして、彼の候補者としての最終演説はこれが始まったんです。バックキャスティング、未来からの反射によって現状を評価して道筋を変えて未来を開こう、これが最初の彼のマニフェスト、ここから始めていったんです。これで彼はWHO 自治体平和地域事務局に長に来年の2月1日に就任をいたすわけです。そして SDG の話になりますけれども、あるべき社会を目指してそれを反映して現状の延長を変えると、イノベーションが必要だと、まあ、これはまさに武見思想の中核である未来から反射するものであるというふうに私は思っております。で、これから日本なかなか武見先生の真綿で首を絞められていましたけど、難しい時期になってくると思います。私たちは世界に誇るユニバーサルヘルスカバレッジ、国民皆保険、これを持っておりますけれども、超高齢化社会を迎えて、それにどうやって持続をしていくのか、これが問われていきます。このジャレット・ダイヤモンドの文明崩壊、この本はなかなか示唆に本です。世界の文明が滅びた理由をいろいろ解析してみると、一番は今までの成功をもたらしてきた因子に対して大胆に批判的に考えて改革しなかったかと、だから文明が崩壊したんだと。私たちの国民皆保険もこれからやはり改革をして、今までの成功体験に慢心することなくやっぱり前進していかないと未来は開けないと、まあ、こういうふうに思うわけでありまして、そういう意味で改めて武見思想を勉強することは大変意義のあることであるというふうに思っております。それではこれでもちまして私の拙い発表を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。
中谷先生、どうもありがとうございました。それでは後半2人のパネリストの先生に移らせていただきますけれども、最初は、慶應義塾大学看護医療学部大学院、健康マネジメント研究科の教授でいらっしゃいます山内啓太先生に、お願いいたします。山内先生は、福沢研究センターの社員でもいらっしゃいます。山内先生、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきまして山内でございます。今までのお話でもですね、武見太郎という方が、武見さんが非常に医師という規制、医師の持っている規制の見くものの見方というものにとどまらない人だということは皆さんもお分かりいただけたかと思いますが、じゃあその根底は何か、あるいはその意味を考える上で何を、今日お話ししようかと思ったわけですが、そこで文明の精神、あるいは独立の気力というところから考えてみたいと思っています。内面に今こそと記しましたけれども、福沢先生自身が同様にまさに今こそという気持ちで文明の精神というものを語ったことがあります。でそれが明治7年、出版された学問の勧めの第5編のことです。そこに文中に文明の精神、またそして人民独立の気力という言葉が出てきます。でしかも特に重要なのはこの文章が一般に向けられて語られたものではなくて、明治7年の1月1日、慶應義塾の人たちに対して語った、それをまとめたものということであります。では、この文明の精神の必要というのをどういうふうに述べたかということの一部を紹介したいと思います。そこでは、国の文明は形をもって表すべからずと、そもそも一国の文明は外の形で外観で見るものではないのだと。いくら学校であるとか工業とか陸軍とか整ってもそれは文明の外形だというわけです。でそれはお金さえあればできることなんだと。しかしもっと重要なものがある、それが、何か人民独立の気力だというわけであります。でそして明治の新政府になって形は整ってきたけれども、人民の間に独立の気力がなくなれば無用の長物になってしまうではないかと指摘をしたわけです。でその危機感はさらに強くてですね、こういうふうにも言っています。今の日本の有様を見れば文明の形は進んでいるように見えるけれども、人民の気力、文明の精神たる人民の気力は日に日に逮捕しているというわけです。西のためは政府を恐れと、しかし今のためは政府を拝んでいるというわけであります。このままでは、人民は気力を失って文明の精神が次第に衰えると、こういう危機感が強く出ております。で、実はこの危機感というのは一般の国民に対してというだけでなくて、それ以上に学者階級、つまり新しい洋学を治めた人たちの姿勢に対向けられていたものでもありました。つまり、ヨーロッパを見てもですね、文明の社会っていうものは、いわゆるミドルクラス、学問を治めた人たちから出てくるんだと。しかしその学者たる者が、政府に頼って仕事をする、官僧民家の風潮の中で、仕事をしていると、これは日本のためには一大産なんだというわけであります。文明を創造発達させなければならない人たちが、独立の危害を失っていって、しかもそれを憂慮する人さえなくなっていると語るわけです。で、さあそれに対してこの明治7年の1月1日の言葉というのがどういう意味であったかというわけです。ちょうどその時はですね、慶應義塾はその直前に大阪にも分校を作り、そしてその年の頭には京都にも分校を作ると、そういう時でした。でその中でですね、新年にあたって先生はこういうわけです。今までは一人慶應義塾が独立の気力を養ってきた、それは喜ばしいことだけれどもと言って、ここに挙げたようにですね、こういうわけです。それを今後も維持できるかどうかということを許す、そして今後も何とか維持していきたいものだということを語るわけです。その中では時代の空気、時勢というものは非常に急な流れのようなものであって、お風のようなものだ、その勢いに対してしっかりと立っていく、起立していくというのはなかなか難しい、非常の有力というものがなければ知らず知らずのうちに流されてしまうと、
いうことを語ったわけです。なんとか独立の気力というものを今後も保っていかなければいけない、まあ、これを語ったという次第です。まあ、このようにですね、福沢先生は独立の気力、独立の気概こそ文明の精神として欠かせないものだと考え、塾の中でその精神を育みたいとしたわけであります。で、この独立の気力というものは単に国に対する独立と、官に対する独立ということだけではないものであります。まあ、政府や権威からの独立、規制の概念からの独立というものもあります。また時代の流行世論からの独立ということもあります。あるいは周囲の人たちに不安を愛用しないということもあります。そしてまた自分の考えを絶対化しない、あるいは自分の専門を絶対視しない、あるいは先入観にとらわれないと、そういう姿勢でもあります。まあ、こういう気概こそが文明の進歩、社会の進歩を支えるのだと言ってきたわけです。さて、こうやって考えると今の世の中、あるいは大学はこの独立の気力を保つことにもっともっと注意を払わなければいけないのではないかというふうにも思います。まあ、今日の大学は学問が細分化して高度化しています。その典型はまあ医学の分野でありますけれども、医療の分野はさらに加えればですね、専門職として極めてそれぞれが自己完結的な世界になっています。つまり、医学部の中では主に医師が指導し、医師になれば先輩の医師が指導すると、極めて自己完結的な社会になっているわけであります。こういう専門職 の社会というものは自分の専門を絶対視しやすいと、あるいは職種固有の先入観にとらわれるという弊害を生み出しやすいということも言えます。まあ、自らの専門職の中でさらに権威も生み出しやすいという傾向があります。まあ、さらに加えて今日の大学は、いわゆる大型の国のプロジェクト補助金、あるいは国の掛け声に追われてですね、独自の価値基準を持つということをしにくい時代になっています。あるいは国の意向に敏感になりやすい社会でもあります。まあ、こういう中で学生たちが職種固有の見方にとらわれないとか、あるいは流行や権威から独立をして、しかも独自の価値基準を持つということを、その大事さを学ぶ、あるいは感じる機会が少なくなっているのではないかということを強く危惧するわけであります。まあ、その点では改めて福沢先生がそうであったように、文明の精神、その独立の気力というものの価値というものをもう一度注意していく必要があるのではないかと考える次第であります。さあ、そこで大切なことは何かということであります。一つはその学問、自分の専門に凝り固まらないという姿勢でありますが、それはこの後、健丈さんからお話になりますので、私はもう一つ多事総論ということを指摘しておきたいと思います。福沢という人はですね、権力や時代の流行に対して、またその分野の権威と称する人の考えに対して異なる考えを持つこと、つまり、一見異端猛説と捉えることを述べるということを大切にする人でした。あえて異端猛説を述べるという姿勢です。で、実際にこういう文明論の概略の中でもですね、昔の異端猛説の中で今の世の中当たり前になっていることはいくらでもあるではないかと、昨日の奇妙な説が今日の常識となっていることもあるではないかと、学問をする人というのは異端猛説と言われることを恐れてはいけないんだと、それを恐れずにあえて述べ合うということ、そしてその多事総論というものが大切なんだと、まあ、そういう社会にこそ進歩があるということを語り続けたわけです。まあ、この異端猛説を互いに恐れずに述べ合うということ、あるいは異端猛説、多事総論を楽しめる気風と、まあ、それには独立の気力、そこにいる人たちの独立の気力が必要でありますけれども、他方でそのような多事総論の場があってこそ独立の気力もまた育つと、まあ、そのことを福沢先生自身が繰り返し述べていたということも最後に申し上げて、私の話を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。福沢先生のこの独立の記録、これはまさに実践されたお一人が武見太郎先生だったんだなと今改めて思った次第です。それではパネリストの最後になりますけれども、慶応大学商学部の教授でいらっしゃい
県庁吉井和先生に、お話をお願いします。県庁先生は社会保障制度改革組合委員等もお務めになっております。県庁先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。とですね、本日はおそらく社会科学を専門とする者の一人いた方がいいということで、私がここに呼ばれたと思っております。山口先生は医学部卒業ですからね。で、社会科学というものをその中でもですね、経済学が最も科学的、いや自然科学に近いと自他ともに認めているとは思います。しかしながら科学におけるパラダイムシフトという、そういうことを言ったクーンという人は、経済学をはじめとした社会科学を科学とは見なしていませんでした。で、クーンという哲学者は、科学という言葉は大抵明らかに進歩するという分野に使われると。で、現在社会科学が科学であるかどうか問題になっているが、その際の議論の中心になるのはこの進歩ということであるという問いを立てて、科学を、経済学を社会科学を科学と見なさないということにしていくわけですね。で、クーンのライバルであったポパーも、社会科学は科学じゃないよねというような状況にしていく。で、クーンが見ていた世界というのは、物理学のように進歩という言葉が当てはまる世界で、そしてその世界は時の推移とともに、ある仮説が別の仮説に入れ替わる形で進歩していく世界です。ところが、いくつもの学派が同じ時代に存続してですね、それがずっと続くということを常態とするというか、普通の状態とする経済学のような不思議な世界ではありません。で、自然科学者から見ると、社会科学の世界は不思議な世界であるように見えると思いません、思います。で、この世界もと言いますと、その政策の世界というのは、価値判断というのがどうしても入ってくる。で、この結果、実に厄介な問題を抱えておりまして、これは時間とかお金をかけて頑張って研究して答えが出せるものではない。また価値判断から独立しようと経済学とか少し頑張った時代もあったんですけれども、そうすると学問が実践性を持たなくなってしまって、何の役にも立たなくなってしまうんですね。で、こうした社会科学に関わっていくときに、私にとって福沢先生の考え方、生きる姿勢といいますか、さらに言いますと思想というものがとても参考になってきたわけでして、で、文明論の概略の本意論というものが冒頭にあります。で、この価値判断の問題をダイレクトに扱っているとも言えます。で、福沢先生のほかに、この20世紀半ばのグンナー・ミルダールという経済学者も、この福沢先生と似た問題意識を持っておりまして、で、ミルダールの人生の後半では、この価値観明示主義とも呼べるようなアプローチを取っていることになります。そのあたりが福沢先生の本意論と瓜二つはわけでして、で、二人の共通点は、価値をこう絶対するのではなく相対視していく、そして自分のポジションはどこなのかっていうのを明確に常に意識して議論を進めていくということをやっていきます。そうしたその福沢先生の、価値の多様性を認めた姿勢、価値観の相対主義を貫く、この生きる姿勢を端的に表しているのが、演説である学問に来るなかれというところにあるというふうに私は昔から思っておりました。これは私の本の中に書いていることですけれども、福沢先生が1890年に大学を作ります。58年に蘭学塾を始めたわけでして、その32年後の1890年に大学部を作る。その大学部が設置された入学式の時に、60人ほどの学生が日本中から集まってきます。その場で彼は演説をするわけですけれども、そこでその第一期の大学の入学生を前にして、学問に来るなかれという話をしていくわけですね。これはね、素晴らしいと思いますよ。で、こういうふうに福沢先生が生きた時代っていうのは大変な時代でした。で、その日本の激動の時代であったわけでして、先ほど その山口先生も紹介されておりましたように、学者よろしく、世論の釜石式をはばからず、痛む門説のそしりを恐れることなく、優をもって我思うところの説を吐くべしというようなことが、もう極めて重要な時代であったんだと思います。ただしですね、私も福沢先生がご自分をこう 老廃と呼ぶ年齢は55歳なんですが、私も56歳になってもう老廃と呼ぶ年齢になっているんですが、そこしみじみと思うんですけど、我々凡人が我々の時代を生きていく、来ただけでもですね、
本当に目まぐるしく世の中というものは変化しました。そして正しいこと正しくないことも大きく変わってきました。で、明治維新とは異なる創始とおおよそ平坦な時代であっても、福沢先生が慶応に大学部を作った時代の生きる姿勢、学問に対する姿勢、そして学びを続けていった時に、その先にある自分のその将来、その自分の将来において歴史観に根ざした、かつ歴史に耐える深い洞察力をどうやって身につけていけばいいか、そしてそういう先読みの能力、先ほどのか先生もおっしゃってましたけれども、そのどういう能力を身につけ、先読みの能力を身につけていけばいいかっていうようなものに関しては、やはり私はこの学問に来るなかれっていうこと、そして福沢先生がよくおっしゃっていた目的なしの勉強ということも、実は若い時にはかなり重要、目的がないということですね。で、尾形塾っていうのは目的なしで勉強していたから、江戸の書生よりもよほどよくできたと、よほどその後の社会に対応する力を持っていたっていうわけですが、これも私は極めて重要だろうと思っております。で、その獄門に来る中で、結局彼が1890年にですね、日本中から60人ほどの新入生が集まった時に話した言葉ということは、これはですね、福沢先生がその演説されている様子を思い描きながら味わってもらいたいと思うんですけれども、元来老生は学を好むこと甚だしく、必須の快楽はただ学問のにあるのになれども、これを好むと同時に学問に重きを置かず、ただ人生の一芸として見るのみ、学を学んで人事を知らざるは誤客、詩人の流儀に流れに異ならず、義芸の人に相違なしといえども、人生の完全なるものにあらずとて、物に触れことに与えて常に極限せざるはなし、学問に重きを置くべからざるとはこれを無益なりというにあらず、今人生の必要大切至極のことなれど、これを唯一無二の人事と思い、他を顧みずして一に、これに固まる流れの理のみ、これはかなり大きな意味を持っているということをですね、今はあまりわからなくてもよろしいんでいずれ、30、40、50ぐらいになってくると、あ、こういう意味だったのかという言葉が意味を感じる言葉だと思っております。で、先ほどその話をこの始まる前に高見先生としていたんですけれども、全くそう思うというわけですね。あの、年を取るとですね、世間ではこれを教養と、雑が教養と呼んだりもするわけですけれども、それを学問に来るなかれといった福沢先生は素晴らしいなと思っております。で、最後にですね、武見先生がそのライフサイエンスへの期待をしていった後の1971年のシンポジウムに参加されるんですけれども、そこで後といいますか、本当に医療もう彼は完全に有名な理論経済学者であるケネス・アローという人が参加していって、この不確実性ということをいかに医療経済学の中に組み込んでいったかっていう人なんですが、してそれを用いて今度医療経済学を作っていこうとされていた方ですね。で、その医療経済学のアローさんの研究をこの段階でですね、将来の医療経済学の基盤をなすものと期待するということをおっしゃってるって、この先読みの力って一体何なんだろうかと同時に、同時代に生きていた日本のマスコミと結合してその存在を誇っている理論経済学者の医療談義は空中経済学としか評価できないが、それらの啓蒙とともに、要するにもう経済学者マスコミ全てを啓蒙していかなきゃいけないって言ってるんですね。啓蒙とともに正しい医療経済学の発展を期待するものであるというところから、50年ほど後を生きている我々は本当に答えきれているかどうかというのは自分でも疑問を持つわけですけれども、ただ素晴らしい見識がこの71年のところで出ていた、そういう能力をどうやってみんな学ぶことによって身につけていくかということを考えて、これから先カリキュラムを考え、そして大学を運営し、若い人たちも学問に取り掛かってもらえればと思っております。どうもありがとうございました。先生、ありがとうございました。それでは、武見先生、そしてパネリストの先生方、前の方にご移動願います。パネルディスカッションを進行していきたいと考えております。どうぞ、せっかくいらしてくださったので積極的にどなたの先生に対してでも構いませんので、質問ある方いらしたらちょっと挙手をお願いできますか。
先生、この度は貴重なご講演誠にありがとうございました。私たち高校生は、滝見圭三先生に、ちょっとお聞きしたいことが、僕からちょっとありまして、先ほど、申し上げてもらった未来の3つの中で計画的未来の、現在と未来の差っていうものを、理解して確認して、続けていくこと、それが大事だというふうに、おっしゃっていましたけれども、私たち高校生がこれから、必要とされる、未来と現在のギャップとはズバリ何でしょうか。高校生が必要とされる未来と現在のギャップ。これはね、高校生ぐらいの時にはあらゆる将来に柔軟に適応できるように物事を幅広く好奇心を持ってその知識を習得する、その自分を鍛えること、おそらくそれが将来未来に対してそのギャップを埋める時の一番の基礎になるんじゃないでしょうかね。さっき権丈先生おっしゃったような、まさに学問に凝ることなかれ、あらゆることに対して目的もなく知識を広げ、しかしそれは実は目的がないというわけではなくて、そこに実はさまざまなその問題意識や好奇心が実は隠されていて、おそらく高校生だとそれに気がつかない。しかし後からそういうものがだんだん頭の中でつながってきて、自分の将来を見る目というものがより大きく広がっていくという感じがします。ありがとうございます。小泉先生はずっと脳と教育というテーマで研究を長年続けられてこられておりますけれども、その観点から何かコメントがあれば。そうですね、とてもいいご質問だと思うんですけれども、今やはりずっとその生物の進化の歴史の中で非常に特殊な状況に今人間はあると、生物はあると、そこがすごくポイントで、今までのその進化の中では全くそのなかったような経験ですね、それも情報というそういうものが現れたこと、情報技術によってですね、基本的に人間自身が大きな変化を遂げている最中なわけです。ですから皆さんもまさにそのど真ん中にいるわけですね。そこのところをいつも考えている必要があると、必要があるのと同時に、先ほどのそれから未来なんかの反射というのも武見先生が考えておられたのは、過去から現代、現在ですね、それは分かっていることですよ、歴史を見れば。そうするとそれを今度外装してですね、未来で何が起こるか、これはインドのですね、思想なんですね。古い哲学の思想で。それを武見先生は取り入れられて、そしてその未来というのを見て、その未来というのを今の前提のもとにですね、制御された未来を人間のみが作れるんだと、そういうお考えだったんです。ですから今のもう一度進化の長い歴史がありますよね、37億年の。それで今人間が非常に特殊な特異点のところにいるわけですね、シンギュラリティという、また別の解釈のシンギュラリティです。そこにいることを自覚して、これから自分は何をやったらいいかと、そういうことを考えるとますます意欲が出てくるんじゃないでしょうか。頑張ってください。1点だけです。何年生まれ？僕は2002年生まれです。その方はね、
平均寿命今のまでで90歳なんですよ、はい、だからまた72年と5、それから半分の人はね100歳まで生きるんですよ、はい、そうするとあなたは22世紀まで行く可能性が半分あるんです、はい、そうするとこういう長い人生をどうやって歩んでいくかといったときに、やっぱり目先のあのことを勉強することもそうすると大切な部分もあるんだけど、やっぱり少しあのいろんなことをねあの勉強されたらいいんじゃないかなというふうに思います。人生長いです。ありがとうございます。他に、ホラーの方からご質問、ありますでしょうか。本日は貴重なご講演ありがとうございました。先ほどと少し似ているんですけど、学問に来るなかれというので、その目的なしに学習するっていうのが重要だということだったんですが、学問の他にも何か興味を持った方、興味を持つというか考えておいた方がいいというかといったものってありますか。県庁先生いかがでしょう。あのね、山ほどあるだろうし、今うちのゼミの学生も来てるけど、これはなかなか難しくって、指示をしない、教えないっていう教育をしてるとかいうのが分かんないよね。うん、君たちはこれから100年って80年ぐらい生きる未来を生きていく人たちに、僕たちが指示をする、教えるっていう形での型を決めることが怖いんだよね。うん、君たちは君たちで考えて、自分で重要なことは何なのかとかいうようなところをやっていくことは、おそらく先ほどの山内先生の話の中でも先生からの独立っていうのも大切だと思うんでね。うん、これは本当にね、あるいは死からの独立とかね、うん、でそういうところを考えていく中で、ただ一点言っておくと、福沢先生の本を読んでためになるように、古典は役に立つ。これは読んでおいて損はしないっていうのはありますので、うん、あとはいろんな音楽をやる、おしろな、いろんなところがね、あのなんていうのかな、いろんなところで面白いと思う好奇心のところをなんとか我々は育てることができないだろうかっていうぐらいを考えているところで、そこをどういう方向にっていうのはなかなかあの、うん、責任重すぎて言えないですね。あ、じゃあ、好奇心を大事にっていうことですか。そうですね。ありがとうございました。今あの私のから一つコメントですけれども、まあ、あの僕もいつも授業の時に学生さんにこう言ってるのは、いろんなこう講義聞いたり教科書読んだり勉強して、へえそうだったんだって思うことって多分今までも経験してると思うんですよね。そう思った時っていうのはもうそのことに対して一生懸命覚えようとしなくても絶対記憶に残るんですよ。で、同じ講義受けてても100人そのへえって思うとこが違うんですね。皆さん一人一人のその個性感性、それでへえって思ったことで、そういうのが度重なっていくと、あ、自分ってどういうことにこうへえって思いやすいんだって、それがおそらくですね、その自分の個性をさらに磨いていくあのことになるんじゃないかなって思うので、なんかあんまりこう考えるというよりは、そのへえって素直にこう感じることは何なんだろうっていうのは一つのヒントになるんじゃないかなって思ってます。あ、小泉先生、あの今のお話っていうのは、その意識感と意識に現れたところと、その問題に非常に関係してるんですね。で、普通の教育とか学習とかそういうのは意識に出たところですから、その脳の進化で一番最後に進化したところなんですけど、その一つ前にですね、意識には現れてこないんですけれども、その意欲とかですね、それから情熱とか、そういうのが進化の一つ前にあるんです。ですから最後のところだけ一回一生懸命やっても、その元になるやる気とかね、それから情熱とか、それがなかったら何も起こらないわけです。だからそういうことがいろんなところで教育の方々が深い意味でおっしゃってるわけで、その勉強するだけじゃないっていうのは、その意識の下のところですね、やる気とか情熱、イノベーションっていうのも一言で言えばパッションがあって初めてイノベーションが起こるわけで、勉強してもイノベーションなんか出てこないですね。そういうことでぜひいろいろ頑張ってください。あの山内先生も看護医療学部で大学生にあの講義されてるわけですけども、まあ、先ほどの話で独立の記録とかそういう話がありましたけれども、まあ、そういったものをこう、促していくというか、そういう観点が特にどういうことをあの気をつけて、講義されてますでしょうか。まず一つは、あの自分の専門を絶対化しないっていう
ことですね。でこれが全てだと思います。で特に医療の専門職は自分の職種が全てだというところがどうしてもありがちなわけです。でこれはまあ、いい意味でもそうなんですけれども、どんな専門分野でも一生懸命やればやるほどそれが非常にそこで の常識っていうのが世の中全ての常識のように感じてしまう。しかし実際にはそれだけでは社会的な価値は生まれない。ですからどうやって自分のやっているものの社会的な価値を新たに生み出していくかってことを考えると、もっと違う角度から、見る必要があって、ああでもないこうでもないこねくり回しながら見るというか、あるいはまた別の分野の人たちと議論するということも必要なわけですね。ですからまあ私自身は普段学部で言うのは、できるだけ自分の学部に閉じこもらないで、他の学部や他のキャンパス、あるいは他の世代の人たちと、近しく遊ぶこと、いい人たちと付き合うこと、まあ、つまりいろんなクラブに入ってですね、そういうつながりを持つこと、まあ、そっちの方が授業に出ているよりよっぽど重要だという話をするわけです。でまあ、そういうふうにいろんな多面的にものを見る感覚を作るっていうことですよね。まあ、それはやっぱり重要なことかなっていうふうに思います。まあ、そういうのがあってこそ自分の専門をさらに生かしていけるっていうふうに日々感じています。まあ、でも別の言い方すれば、それはある意味で旺盛な好奇心を持つ、たくましい好奇心を持つということでもあるわけですね。まあ、そんなことをいつも感じながら学生には関わっています。ありがとうございます。まあ、今日多くの先生がテーマもしてくださいまして、またこの慶応グローバルリサーチインスティテュートのですね、一つのミッションとして、まあ、その学部横断的な研究分離融合などというものを掲げているわけですけれども、今山内先生がおっしゃったこの専門性、まあ、研究を推進していく上ではこう高い専門性、突き抜けたその専門性が一つ必要であると同時にですね、やはり、まあ、それだけじゃなくて、それをどうこう他の視点、他の人たちと、共有しながら社会全体として、学問全体としてのレベルアップを図っていくかというのが大きなテーマなんですけど、まあ、ややもするとですね、そういうこういろんなものをというと、全体的なこうレベルを落としかねることにもなりかねない危険性も含んでいるんじゃないかと思うんですが、中谷先生、何かその辺のあたりでコメントございますでしょうか。私国際保険というかね、そういう分野にいるんですけども、やっぱりですね、今日本すごく私は危機感があるのはね、この融合力が昔よりうんと弱くなってる感じなんですね。確かとんがったようなことは、まあ、それなりにピークみたいな世界レベルなんですけど、総合力がすごく衰えてきてしまって大丈夫かと思うわけです。例えば昔はまさにユーザー視線に立ったようなプロダクト、日本からいろいろ出てきたからいろんな製品が出たんですけど、今はね、なんかえらく凝っちゃってですよ、誰も買わないようなすごくスペックが高いものを持ってってマーケットを失っちゃう、なんかそんなような時代になったので、私は本当に総合力というか横串力というか、なんかそこ のことをやらなきゃいけなくて、そこには山口先生おっしゃった、あんまり自分の分野に こだわらなくて、いろんな人と付き合って、 いつもなんかこう周りと話してる、まあ、こんなようなことがとっても今後必要なんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。今我々の取り組みでもそういったようなアプローチをですね、どこのタイミングで始めるのがいいのか、本当にこう専門性を極めてからそういうふうなところで活躍するのがいいのか、あるいはもう今日来てくださってる高校生の頃からですね、そういうことをこう少し、意識しながら準備していくのがいいのか、その辺のところを時々迷うんですけども、小泉先生、何かコメントございますでしょうか。そうですね、今もうそれは非常に深刻な問題で、例えばエンジニアリングっていう分野一つとってもですね、どんどん新しい技術が出てくるから、そうするといろんなことを学ばればいけないと、まあ、ところが本当に何か新しいことをやろうとしたら、本当に基礎的なところをしっかりとですね、数学でもですね、そういうものを十分に力を持ってないといけない。そうすると両方二律背反なんですね。ですから今の教育体系自身を基本的に考え直してですね、ただたくさん広げてまた深くっていうのはやるこない話ですから、教科書を作るところから抜本的に考えなくちゃいけないと、今海外含めてですね、そういう動きを今やってる最中です。あ
ありがとうございます。高見先生、あの常にお父様が、家族の時間を大切にされて、いろんなこう教えを語ってくださって、その ミニ学問が非常に生きているというお話を頂戴しましたけれども、その武見先生 あのスケールの大きさというのはどういうところからこう来ているんだとお感じになられてましたでしょうか。そのスケールが大きいとかいう感じなのかな。あの、ものすごい個が確立していて、そして自分というものがものすごく強い存在、そのことがですね、知力を確実に広げていったんだろうというふうに思います。で、これはあのすごく僕は福沢先生の影響を受けたんだろうと思いますよ。ものすごく尊敬してまして、でやっぱりその独立自尊の真髄としてね、そのいかに個を強くするか、また強くあるか、そしてそれによってその心身ともに、そして知的にその知識を拡大し、かつまたその常に大局観というものを持とうとする、そしてまた未来思考で大局観を持とうとすればするほど、その思考過程が広がっていくという、そういうパターンで人生を過ごした人じゃないかなという気がしています。ありがとうございます。山口さん、すいません、今の話を伺ってて思ったのはですね、まあ、どういう力が必要か、あるいは強い子っていうものを支えるものが何かっていうところなんですけども、まあ、福沢諭吉という人を見たときには、それはある意味で横の糸と縦の糸が両方あった人だっていうふうに思います。で、一つは横の糸っていうのは、いわゆるあのサイエンスとしての実学の考え方、つまり物事を論理的に科学的に考えるという姿勢を強く持っていたっていうことです。それからもう一つが縦の糸で、やっぱりその自分なりの歴史観っていうものをですね、常に磨いていたということがあります。で、ある意味でやっぱり横の糸としての科学的に実証的に論理的にものを見るという姿勢があり、縦の糸として歴史観を持っているということ、これは非常に重要で、まあ、だからこそいろいろな問題に対して判断をする、あるいは自分なりの価値判断をしていくということができるわけですね。で、さらに言えばですね、非常にあの武見太郎というあの方もそうだったというのを先ほど聞いてて思ったんですけども、やっぱり科学技術についての強いあの興味と理解があり、でさらにそれを社会との関わり、あるいは歴史との関わりの中でですね、科学と社会の関係を見ていくということが強くあったんじゃないかという感じがしました。で、実はあのその時に福沢先生がですね、ヨーロッパに行って何を見たかっていうとですね、先端の医療にも興味を持ったんです。しかしそれではもうあの驚かないで、それよりも産業革命の中で、そこの中でこぼれていく人たち、障害者とか精神障害者とかですね、そういう人たちを支える仕組みをどうしたらいいかということを考える、まあそんな具合で、見ていく、あるいはその蒸気機関が発達して、これからあの電信、人の通行、あの情報の伝達が速くなると、そこで社会の不安、社会が何が起こるか、民衆が知識を持って、そして社会の政府に対して不満をぶつけ出す、そこによって社会の混乱が起こるだろうと、そういうことを予測すると、まあ、そういう予測をですね、未来に向けてしていくことができる人だったっていうことですね。まあ、そういうふうにあのどう横の糸と縦の糸を持つか、その上でさらに科学と社会の接点を見ていくか、まあ、そういうことが大事なんだと思います。で、これはきっとあのいつから始めるかとかですね、後から始めるとか早く始めるということではなくて、ある意味で子どものうちからあのそういう感覚を強く、そういうことを面白がって見ていくということがあの大事だと思いますし、まあ、もう一つは、優れた先人 の伝記とかですね、そういうものあるいは古典に触れながら、そういう魅力的な
自分なりの魅力的な人を見つけてですね、その人の生き方を考え問い直していくと、まあ、そういうことも子どものうちからあるいは高校生のうちからしていくといいんじゃないかなっていうふうに思いながら今日今の質疑を聞いていたところです。ありがとうございます。まだまだ話題も尽きないんですけれども、そろそろ時間が押してきておりますので、この後また2階下東館の6階ですね、簡単な交流会の場を設けておりますので、そこでまた皆さんざっくばらんに質問いただければと思いますが、最後にですね、シンポジウスの先生お一人お一人からですね、今日来てくださる特にですね、これからの時代を担っていく若い、学生さんたちに、メッセージをお願いしたいと思います。中谷先生からどうぞよろしくお願いいたします。一つだけ言うとしたら、ちょっと心の中にね、自分たち以外の他の人たちのことをちょっと考える気持ちを持ってた方がいいんじゃないかというふうに思います。私はそれだけです。ありがとうございます。小泉先生、お願いします。私は武見太郎先生に言われたことですけれども、何か本当に迷ってしまったときにどっちに行くかっていうその決断が必要なときは、必ず人間に戻って、人間としてどうなんだという、人間の基本に戻りなさいと、それを言われまして、本当にこれは今でも大事なですね、言葉として頭の一番奥に入れてます。ありがとうございます。高見先生、お願いします。若い時は自ら国境を越えて世界中できるだけ旅行をして、もしチャンスがあれば留学をして、そして経験を通じて物事を着実に吸収する感性っていうものを幅広く作っておくっていうことが、私はとっても大事じゃないかなと思います。最近海外に留学する日本の若い人たちが少なくなってるっていうことを私はすごい懸念してまして、やはりそういう大きな視野とそれから行動力をぜひ若い人には持っていただきたいと思います。ありがとうございます。山内先生、お願いします。私はですね、一つ言うとすれば、みんなが当たり前と思っていること、あるいは、この人が言ってることなら本当だよねってみんなが思っていること、まあ、そういうことに対して常に本当にそうだろうかというような疑いの目を持って考えると、そういうことを楽しめるようになることだと思います。それこそが実は先ほどお話した独立の気力を強くすることにもなるんだというふうに思います。はい、それでは健二先生、よろしくお願いします。武見太郎先生をはじめ、実はみんな福沢先生の本を読んでるんですね。で、福沢先生の思想というか考え方の影響を受けている、で私ではいるわけですけれども、先ほど古典をって言いましたけれども、間違いなく読んだ方がいいですね。で、私も学問に来るなかれとかいうような文章とかいろんな形のもの、そしてそれを自分のこの随筆のタイトルにして文章をいろいろ書いていく中で、いとも猛説言っていいんだっていう形で、おそらく福沢先生の本を読んでいなかったら全く違う研究者生活だったと思います。で、武見圭三先生とか、なんだこいつはと思うぐらいに、世の中みんなが年金をボロクソ言ってる時に、自分の私一人だけが、いや別におかしくないだろうとかいうのを言い始めていくとかいうのは、やっぱり支えてくれているのはああいう本だったと思いますので、福沢先生の本というのは騙されたと思って、ちょっと読んでみたらどうかなと思います。ありがとうございました。先生方、今日本当にお忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございました。そして今日ここに集まってくださった皆様、ご参加いただき本当にありがとうございました。この場をこういうふうに共有できたことで、これから未来がどう変えていけるのか、そんなことをこう思うとですね、ワクワクして、苦しないですけれども、残念ながら時間になりましたので、この場はここで終了させていただきますが、このあと7時までですね、6階2階降りたところで懇親会を準備しておりますので、ぜひそちらにお時間の許す限りそちらに移られてですね、さらにいろいろですね、交流の場を広げ意見交換できればと思っています。今日は皆様ご参加いただきましてどうも本当にありがとうございました。